っちゃいました買っちゃいましたお買い上げですか、はい、普通の廃浴じゃなくて、はい、レーシングガスに使ってるんでドラガスっていうんですけど、ドラガスっていう、はい、それがリッター1300円ちょっとするんですよ。リッター1300円ちょっとするんですよはうちが課金者ごとになったからあとお買い上げらしいわあれこれサウンカシーでもうやばいよね。やばいやばい、もう2000円ぐらいいってる。マジ2000円いってるどうも、ガイクトリートロとどうもです。魅力で僕ら自社乗った動画、前回の動画ですね、はい、はい、そうですね、あるんですが、見覚えのある車がですね、日比野さんの乗ってた、日比野さんの、え、これそのまんまなんだよね。で、ちょっとお世話になってるエージェントさん、ちょっとお呼びしましょうか、はい、代表今日来てるんで。こんにちは、どうもエージェントの長谷ですお願いします。ます。以前日比野さんの紹介で、SIM で実際トレーニングしたい。で、ドリフトまだ初心者なんですよね。はい、初心者です。で、それトレーニングする。で、講師が日比野さんということで。この車って、どうしたんですか？もともとリバティーウォークさんの。ですよね、はい。レーシングカーですもんね。はい。これを、買っちゃいました。買っちゃいました。お買い上げですか、はい、買っちゃいました、ね、普通買います。普通買わないし売ってくれないと思うんですけど。ですよね、はい、普通の車じゃないっすもん。全然普通じゃないです、ね、ですよね、はい、トラブった車なんで、はい、直したいなと思って、はい、ってます。今もだいぶ完璧になった、はい、だいぶ直ってます。前回も同日なんでもう誰が来るか分かってると思いますけど、はい、塾長に、はい、お願いします。お願いします。俺は日比野だ。すいません、2話連続ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。こんな買う？いや、おかしいっすよね。マジで買いましたがおかしいっすね。いや、でも2022年にフォーミュラー D ジャパンっていうね、なんか大会に、はい、ヘビーレーシングで僕この車ね、ドライバーとして乗ってたんですけど、はい、その時からメカニックで来てくれてたんですよ。そうなんですね、うん、でその前の年に遡ると2021年もずっと手伝いで来てくれてて、なるほど、そういう流れがありつつ2022年これがちょっとねうまく走れないっていう部分だったりちょっと壊れたりとか、はいはい、そういうのをずっと見てたんで、これがしっかり走ってるところをやっぱり見てみたいっていうのがすごい思い出、はい、見てみたいで買いますすごいでしょ。じゃあ見せますか。はい、じゃん、うわ、綺麗、あ、ちっちゃ、すごいよ。これって、はい、こうなんかセットアップかなんか。そうです、今日はチェック走行、初走行、シェイクダウン。シェイクダウン、おお、マジっすか。今後これがじゃあ動くのを例えば日比野さんが走って見れましたで終わりっすか。ここは実はまだ考えてないんですよ。多分ですよ、長綱社長がこの車で地方選とか出たり、フォーミュラー D の3とか出たりするんじゃないかなと思ってます。そのために今じゃあ SIM と86とかの練習機で練習してる。はい、うん、あ、絶対応援します。ありがとうございます。応援します。応援します。ありがとうございます。ガヤさんの、はい、SIM でこの車今日初めて乗るんですけど、はい、意外と乗れちゃってるのかなって。ありがとうございます。ありがとうございます。この前会社の方行かせていただいた時に、はいはい、アイドリングだけでなんか何リッターか使うのが燃費がとんでもないって聞いて、うん、燃費悪すぎる事件ね、ありましたね。暖気運転で約10リッターなくなっちゃうんですよ、はい、暖気運転で10リッター。その暖気運転って何のための暖気運転ですか。走らせる前の準備、温める。で、ね、10リッター使うんですか。大体10リッターってことは1000数5600円ですか。今170円ぐらいですもんね。ちょっと高い。あ、じゃあ2000円弱、うん、そう、普通の廃浴じゃなくて、はい、レーシングガスに使ってるんでドラガスっていうんですけど、ドラガスっていう、はい、それがリッター1300円ちょっとするんですよ。リッター1300円ちょっとするんですよ。え、意味わかってます。意味わかってます。暖気運転で1万3000飛ぶんですか。そういうこと、そういうこと。焼肉食べ行きましょう。走れねえよね、それだとね。俺らがこの車で、はい、大会出てた時、あれはね、もうね、200リッターぐらい使ってたから。え、じゃあ26万。計
計算して計算して計算してえぐいっすね。100リッターで13万だから26万。そうなんですよ、燃料ですもんね、燃料だけ、まあ、そうだよ、26万もすごいけど200リッターってトラックでしか効かん数字よね。ドラム缶でね、毎回持っててね、はい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 、やってるからね、えぐー、そんぐらいね、そうなんすね、燃費悪いよね、燃費悪いですね。めちゃくちゃコスパがいいと思ってるんで、さすが、はい、ナイスですね、いいっすねどうしてもやっぱり馬力を上げるためには、はい、火力だけでは物足りないですか、はい、フレーズガスだったりそのアルコール燃料だったりっていうのがもう今も主流ですね、はい、あ、じゃあもう D1 とか FDJ とかも皆さん、じゃあそのリッター1300円の燃料を使ってるんですか。そうですね、ほぼそうですね、でもその一番高いわけじゃないんで、あの中には選手で走る前に吹かす人いるじゃないですか、まあまあパフォーマンスでね、はい、あれまあまあ垂れ流しですよ、あれですよね、チーム側というかチームオーナーからするとちょ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 みたいな、ないですか、ないですか、まあ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 、最初はありました絶対ある、絶対ある。でこれ乗ってどうぞ座ってもいい、はい、どうぞ座ってください。あとエンジンのかけ方も教えてあげてもらって、はいはい、え、かけるんですかエンジン、うん、かけた方がいいっしょ、ガヤさんのために燃料を用意しておきました。これ何リッター入ってるんですか。5リッター入ってます。5リッターってことは6000円ぐらいってことですか。約5000円、1000円で計算しても5000円、はい、これどんぐらいでなくなっちゃうんですか。何ふかしとかあります。10ふかしぐらいどうですか。10ふかしでなくなるんですか。まあまあコスパ悪いからね。かけるんですか。せっかけでいいんすか。かけますか。まず切りスイッチをオンにしていただいて、オン、オン、はい、でイグニッションスイッチを押してください。かっこよ。あ、はい、つけましたね。なんかゲームデバイスみたいじゃないこれ、すごい。で、燃料ポンプ、これですか。はい、押すんの。はい、これで燃料が送られる。はい、今これポンプが送られる。なんか戦闘機のエンジンかけた時みたいですね。で、スタートをしてもらうとクラッキング始まります。あ、かかるまで押して、もうもうすでに課金、ずっと課金してるからやばいぜ。あれ、これ3ふかしでもうやばいよね。やばいやばい、もう2000円ぐらいいってるマジ2000円いってる今日晩ご飯なくなっちゃうじゃん。まあ座れるだけですごいのに、まあ、エンジンかかってるだけで高揚感というかドキドキ感はすごいっすね。やばいっすね。めっちゃ請求来るって。あの、大丈夫です。大丈夫です。じゃあちょっと何すんの。怒られるって。やべー、ふざけすぎ。やべー、絶対今ので数万飛んだじゃん。じゃあちょっと課金していただいたんで、はい、これ言っていいですか。マジっすか。うちが課金したことになったから、あとお買い上げらしいわ。もう入れてもらいましょう。あ、暗淡なんすね。すごい、そうそう、これでガチャンって入れる。お、すげえすげえ。それ給油口なんすか。そうです。いきますよ。はい、せーの、ガチャ。課金中っすね。課金中です。早いよね、もう。お、早っ。はい、ありがとうございます。チャリン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 。やべーやべー。 J3 ないし地方線出ることになってもこの燃料で行くってことですよね。そうですね、この仕様になりますね。ダメですよね。え、ずるいというか。え、これって1000馬力ぐらいありましたよね。まあ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 、まあ、1000馬力は出るまま出せるんですけど、はい、まあどうしましょうかね。まあまあ1000馬力いらんと思うけど、ね、だけどまあまあ出ます、この車は。本気出せば。僕が出るか、はい、まあ、ドライバー誰か乗りたいっていう人がいたら乗ってもらいます。なぜかその乗りたいっつって、あ、じゃあどうぞどうぞどうぞ。なります。なんか推薦をこう、あー、ヒルさん。いやでもせっかくならそのためのシムの練習なんで。あ、まあね、それも確かにあります、ね、出てほしいですけど壊れるの見たくないですね。スポンサーしてくれますか。
か当てありました当てないです、ね、スポンサーさん大募集しております。あ、マジですか、はい、じゃあぜひぜひ皆さんこの動画見てる方、はい、岡山のエージェントさんに問い合わせればいいですよね。そうですね、はい、あのリンクも貼っとくんで、はい、ぜひお願いします。乗れたりしてる？もちろん僕は運転しません。いや、さすがに無理さすがにその覚悟はないですできればそうですね、師匠に乗ったサーキットは使えど、はい、師匠の競技車両は本当に乗れないです。はいはいはい。で、今のそのお話だったり競技車両、本当に戦ってる現役の車ってどんなに仲良くてもやっぱ柴田社長にも言えんすもん。ちょっと走らせるだけでこの世どうするんですか。じゃあお世話になってるんで、あ、いいですか、ドライバーお願いしてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いくつか。追加料金でお願いします。体験させていただきました、はい、ありがとうございます。ちなみに課金は今の課金何リッターいきました？はい、スタートの時23リッターだったんですけど、はい、今10リッターで5リッター足してるんで、はい、18リッター消費、ありがとうございます。18リッターですか、はい、まあまあすごいよ今ので。やば、一番感じたのが究極マシーンって乗り心地よくて一番ゲームっぽい。あーですね、ですね。アクセル離してる時間も長いのに戻んなかったり、うん、そうだね。それでまたすぐポンって入れたらまたどこでも加速できる感じとか、すごい優雅に乗れました。一番ゲームっぽい。なので今後また一緒にこう子供とかで話するのもちょっと理解できました、はい、言ってた理由が、うん、戻ってこないんだよねとか、なんで巻いちゃうのもこれ乗って理解できます、はいはいはい、巻かないとか、なんでそのまま同じ角度で維持したまま外さらに出れるのとかが僕らは理解できなかったんですけど、何言ってんだろうって言ったでもちろんそれをそのまま練習で反映させてもらうので、はい、いいモントを作っていただいて、いいモントを作るので、はい、課金のチャレでお願いします。はい、了解です。
OK です。OK です。出た出た OK。やってますみたいな。本当にありがとうございます。いやでも本当にありがとうございます。はい。よかったよかった。体験だ。いい体験できます。そしてあの2本分すいませんでした。逆に君田さんから請求来るかも。疲れちゃったからな。でもちょっと今後またいろいろとこの。僕らのデータがより良くなるためにいろいろとまた協力していただければと、はい、お願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。またじゃあちょっと日比野さんとまた次面白い企画が出るんで、そうですね、お楽しみに。ありがとうございました。よろしくお願いします。